子どもたちの健康をどう管理するか、今まさにはっきりしていることはこうです。苦悩と責任と希望を分かち合い、支え合って生きていこうと思っています。私たちとつながってください。地球を守れ、原発反対。原発にさよならしよう。尊厳ある暮らしを営む権利を求めています。市民団体による集まり行進団です。福島原発事故、子どもたちの生活、学習環境の徹底的な助成をしてくれ。原発に頼らないエネルギー政策へと転換させましょう。原発を廃炉にしましょう。水は大事よ。